もうもう親も縁切られるよ、ね、見るからお父さんがお父さんあったの、はい、やばい、まだです。それやばいでしょ、お前ら。付き合っとることも言っとらずに YouTube 見てその付き合っとることも知った。親が家も変わってきて、親からそんなんやで、ね、お父さん、お疲れさん、お疲れさん。はい、はい、よーし、お疲れ様です。何をやってるんですか。いや、殴られるか邪魔や、めっちゃ本日は、はい、犯罪に今の解体、はい、現場に来てまいりました。珍しいね、4人で解体って。ハハ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 ハ。なんでこんな綺麗なのガーディレイ。いや、普通にこうやって潰すと、うん、こうなるんですよ、浮いたり、はあ、こうなってくるんですよ、崩れるんですよ、はあ、だからこれだと綺麗にいっぱい詰めるんで、はあ、そういうことだ。もう一回詰めて、何が違う、これと何が違う、交互に、あ、外に出して、あ、真ん中に一回置いて、はい、3個1セットみたいな感じだ。そうですね、2222じゃなくて、ああ、そういうことね。1個だけこう、あの子のまた逆、あ、同じ方向なんだ。へえ、結構まだそうすると乗らないか。そうですね、あ、多すぎも大変か。多すぎも楽ですね、これだと。数稼げるし、こうやって一気に持ってくんで、ほんとに結構いろいろコツがあるんだな。なんか初期動画みたいになってるけど、たまにはこういう、こういうのも久々だな、こうやって作業取るの。しかし、刃物が全部入れる系だね。超綺麗すごい、トイとかめちゃくちゃ綺麗だね。本当は前の写真、くっそつやつやだもん。塗っとるね。その職人って本当すごいよね。やばいね。僕も想像言っていいですか、うん、あの汲み取り式のトイレがあって、あ、下水が走ったんで下水に沿いで、ここはなんか小屋みたいなトイレを解体したと。ああ、そういうこと。あ、ここにトイレがあったんだ。外にトイレ置く必要ある。昔は汲み取りだったそうです。僕の時は中の方が多い、うん、でも僕の弁当ですよ。そう、はい、小さい時、小さい時、そう、バタン便所ですよ。バタン、バタン便所が言えない。2世帯なんですけど、バタン地と母屋があって、バタン地で僕ずっと暮らしてたんで、なんでこうやって作りました。料理作ってもらえない親が、ね、見るから見るから、お父さんがお父さんあったの、挨拶行ったの、親が。やばい、まだです。親の挨拶まだないの。席入れとんの。いや、それやばいでしょ、お前ら。僕だけです。あ、じゃあ理由聞いてほしい。お前も行かない。じゃあ理由聞いてほしい。いや、理由は聞かないじゃあもう話せない、この話は。なんで、何やねん、ちょっと。じゃあもうどの道でもあれ使えないわ。あ、使えない。なんで使えるでしょ。使えない。使える程度しゃべる。使えないってどういうこと。動画で使えないの。予定が合わんかったっていうのもあるね、やっぱり。何、どういうこと。やっぱりって、もうすぐやっぱりつけるやっぱりの場所が違う。やっぱり口癖だよな、結構やっぱりって言うけど、よく思うけど、やっぱりの場所が違うよ。なかなか予定も合わんかったっていうのがありますね、やっぱり。締めにやっぱりだから。やっぱりがおかしい。何、どういうこと。あの、まあ会いに行くってなっとったんですけど、ちょっと予定が合わなくて、あっちと
で、だけどお前ら結婚する前に行くもんじゃねえの、そんな挨拶したから。筋は通ってないことやっぱしましたね。あ？やっぱり。筋は通ってないことをしましたね。やっぱり。やっぱり。筋じゃん。だけどそのなんでしょう。ハッカーでしょ。いや、ミオ。もうめちゃくちゃお父さんお母さんがお前しっかりしてる。前に仕事しちゃったんですけど、じいちゃんが死んじゃった。その関係でそれ以降に。まあ、タオルで忙しかったもんね。はい、だけど、なんていうの、年しかったもんね。あ、僕は行きます。行けよ。やばいでしょ、行ったら。そうだよ、一応やばいでしょ。あ、で、その時まだ結婚もしてないしさ。だけど、付き合っとって会ったこともないし、親にも会ったことないんで。結婚も考えとるで、まあ、こういう時で性的にもめんなーでいいんじゃない。付き合っとることも言っとらずに。あ、で、まあ、あ、親に報告してなかった。してないです。付き合って同棲もしてなかったんです。言ってないです。あ、それはだいぶ前なんだ。そう、だいぶ前なんです。で、全然関係ねえ。あ、ちょっと待ってください。まだ何がだいぶ前なの。もうわかる。いや、で、YouTube 見てその付き合ったのことも知ったんですよ。親が、はい、親も見てる。お父さんが見てるらしいな。あ、お父さんが見てる。なんで、ご飯、まあ、ばあちゃんが、じいちゃんばあちゃん好きみたいな。それもあるっすけど、そうだ、クレイジーな親やったのか、ぶっ飛んだ親やったのか、いや違う、ちゃんとした親やったのか。ちゃんとしてるんですけど、ちゃんとっていうか普通の親っていうか、姉貴が頭良すぎて。頭良すぎたか。そう、もうなんか、うん、こう、お前何、ね、兄弟、寝ちゃうんです。嘘、マジでなんか笑えるんだけど。しかもさ、お姉ちゃんと違いすぎてさ、レベルとかがめちゃくちゃ頭いいし、めちゃくちゃすごいんだって、多分頭の良さも。そう、教師やっとって今。そう、てか、うちら人間中学校の先生やってる。そう、すごいな。で、その弟がこれだよ。これってお前自分の中で違う、その人としてじゃない、頭の良さとかが。そういうことだ。そう、違いすぎて。まあ、姉貴はなんか、まあ、県で公立の高校で、まあ、5本指ぐらいに入るような頭の高校に行って。愛知県そうでしょ。すごいな、すごいな。で、僕は愛知県でゴール1でも入れてる。千と千の差レベルってことなんですよ。名前だけで入れるような人本当にさ、自在にカンタも一緒なんですよ。本当に自由人すぎてさ。本当、お母さん困るわ。いや、夜も遅いな、飯作らんよみたいな、そういう作らんか。そうっす、まあ、まあ家帰ってこないし。いや、そうです、そうっすね。ああ、それそうやったし、お前なんかお前自分があれみたいな。まあ、それはいいんだけど、その挨拶話したら。でそれも全然関係ないもんね。おじいちゃんが死んだとか。で、席入れたらもう、で、みんなに聞いたら26日に入れたいって言ったんで、動画あげたじゃないですか。1月26日、はい、で、あげて、4日後ぐらいに電話変わってきた親から、お前何やってんの。そうなるよね、普通。お父さんお母さん、これはお父さん。そう、普通にそうなるよね。一回、僕の親父乗ってますよ。どこで。だいぶ昔ですけど、僕事故って田んぼに突っ込んだじゃないですか。おう、その時に親父が迎えに来てくれて、今週で、多分その時1回あってます。あ、挨拶したの。はい、へぇ、全然覚えてない。あ、なんかあったな、昔田んぼにぶち込んで。もうやばいよ、本当にクレイジーなんだけど。お母さんとかのレベルじゃん。あ、そうだ、両方乗り越えるか、お父さん。お母さんがダメって言ったの。お父さんはいいの。多分、お母さんに聞いてみる。だけど、タケとかも家庭訪問全部やってるじゃん。タケやったでしょ、岡部やったでしょ。翔くんだけしないっておかしいよ。お前一緒。カンタさんもしてないから。カンタも一緒にしよう。レイくんもしてない。それはいいんだけど、その挨拶しんのはそれで、ね、結局結論だよな。タイミングが合わない。結局なんだろう、こう言ってるけど、別に挨拶いかん理由じゃない。あ、違う、でも本当にタイミングだったんですよ、今回に関しては。タイミングさ、まずいな。さすがにまずいな。お前らどこに死んじゃって。で、親父も、まあ、ほぼさすがに行ってこいよ。そりゃそうだよ。お父さん、すいませんでした。すいませんでした。そりゃそうだな。まあ、もう親も縁切られるよ。まあ、でもその覚悟で、まあまあ正直その時結婚するの覚悟するって言われてんじゃん。何にも格好意味ないからね、やっぱり格好意味ないからね、別にお前。足場の動画じゃなかったのか。私はそれだ。変わっちゃった。いや、それはいかんだろ、お前、さすがに。俺そのノーノーと動画上げとれよ。俺はそれも見ようが変わりそうだな。確かに女だに言えんし。気まずだよ、ね、気まずだよな、余計な。なんか私がバカな女だと思われちゃうじゃん。気まずだよ、ずっと。早急に行こう。結構家近いだな。
今任しといてさ。段取りがいる。段取りなんかないよ別に挨拶行くのに。なんでお前そのビビりすぎでしょ。俺はでもそっちより仕事も大変そうなんだ。ちょそれ逃げるとこじゃねえからやることやっていけっつすごいいやいや仕事は大事だけど、はい、仕事大事だからケツ浮かず出てくんかお前これ行けるんか急いどるで出てくか出てくそんなやつおるやばいやつおるかお前の旦那そうなぞやばい汚い汚いぞお前コンビニでお前いや俺仕事が好きだもんねペットボトルねって飲んでやばーって仕事行くみたいなもんだぞお前ちゃんとね、本当にドゥルル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 バツイチいいことではないけど別に悪くはないってわけでしょ。昔あったんですよ、やっぱその僕父親好きだったじゃないですか、うんうん、バツイチ小松ってすげえブランドだと思うんですよ。おバツイチバツイチでもないし思いないし安いでもないし今の顔さっきの顔してさっきの顔ショートムービーショートムービーできないからそれないない目の前に言いますよもう一回言ってもう一回言ってもう一回言ってもらおうってはいしょうもないショートムービー撮って時間が過ぎましたが本当ですまあちょっと挨拶だけちょっともうしょうがないよだってミオチにも投稿したもんなじゃああのミオの親はもう何もないからいいんですけどよろしいんだよ元のお父さんそんなあれだ悪いのじゃないじゃあ何そうそうそう元の教師って感じぶち系なんですよちょっとワンパク系とか一応父ちゃんがしゃべってちょっとぶち込んでるのかあそうですガリ弁ガリ弁ガリ弁っていう言葉最近久しぶりに聞いたんでっていう言葉久々に聞いたわガリ弁ってでも本当にそういう過程で筋通したかったらやばないでも本当にやばいんですよ本当にやばい本当にやばいんですよだってもうネイルも取って行く気満々だったんですけどあもうネイルもちゃんと取ったんだ、うん挨拶行かなきゃいけないだってお前一生喋ってもらえる可能性あるでしょもう正月にさ一応実家行って飯食うじゃん、はい、ついてくわけじゃん気まずすぎてその時に行こう早急に行こうお茶とかさお姉ちゃんとかさで旦那が来てさお茶とか作ってもらえるあ私もやりますねあんた飲んでいいよね、本当に嬉しいよそれその嫁姑問題マジ嫌なんだよねつらいよそれいやあんた座っときゃお茶は私が入れるでそれが優しさでじゃなくてってことねそう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 辛いよー辛いよー気まずすぎるもう悪せだよ全部これあの、車からね俺がおるよ俺がおるよってあ大丈夫そういう問題じゃないじゃん俺がおったらいいじゃない親には疲れたくじゃあミオがおるで私がおるでいいやって言ってお父さんお母さんが嫌われたっていいじゃんって言ってきたらどういう気持ちになるちょっと嫌ですちょっと嫌です小学生かねちょっと嫌です堀川家に、はい、挨拶お父さんお母さん行かさせていただきますのでもうしばらくお待ちください今月中に行こうマジで社長来るで危ないですお願いしますせーのまさみでーす